スーパーパイは1995年に東京大学カナダ研究室の金田厚生らが公開した円周率計算プログラムである。1995年当初は Windows 向けのプログラムのみ提供されていたが2003年9月より MacOS 10, BSD, OS, FreeBoozed, Elix, Solaris, HP, UX, XV3 などの 各 OS 向けのバージョンも公開された。ただし、再配布が許可されているのは Windows 版のみであり、それ以外の各 OS 向けプログラムの再配布は禁止されている。本校では特に断りのない限り、Windows 版のプログラムについて解説する。1995年8月、東京大学大型計算機センターにて、金田厚生らが演習率。 約232桁を計算することに成功した。スーパーパイは当時計算に成功したプログラムをベースに Windows に移植することで開発された。同年9月からフリーウェアとして配布されている。記録更新に伴いバージョンアップを予定していますとしているが、1995年9月9日以降アップデートされていない。円周率の算出にはガウス。 ルジャンドル法を用いている。算出する演習率の桁数は最小1万6000桁、最大3355万桁である。桁数はあらかじめ用意された設定から選択する必要があり、ユーザーが任意の桁数を自由に設定することはできない。演習率の算出結果は別途ファイルに出力される。実行時間は CPU の計算速度に加え、メモリ容量やハードディスクのアクセス速度にも影響されるとしている。公式にサポートする Windows は、Windows 3.1、Windows 95、Windows NT であるが、非公式ながら Windows 7、Windows 10などでも支障なく動作する報告もある。PC ユーザーの間では、CPU の計算性能を測定する。 ベンチマークとしても活用されている。パソコン雑誌での CPU 性能の測定やイベント、WPC エキスポでの冷却システムの展示、秋葉原の店頭にて実機動作が展示されたこともある。オーバークロックのイベントにおいてスーパーパイのスコアを競う競技大会も開催されている。インテルや AMD などの企業が パソコン向け CPU の新製品発表の際に使用したこともある。なお2006年当時、AMD の CPU はスーパーパイが苦手なため、AMD の担当者がひたすら演習率の計算をしたい人なら、コアにデュオを買ってくださいと皮肉ったコメントを出した。2008年に日経ウインプックは、本来はベンチマーク用ではないが、 手軽に測定できることなどから、自作 PC ユーザーの間では、CPU の大まかな性能を知る定番ソフトになっている。と紹介し評価した一方で、作成時期が古いため、最新 CPU の拡張命令や、複数コアに対応しておらず、CPU の持つ最高性能を知るには適していない。とも指摘した。なお、2005年2月には有志により、 スーパーパイモッドが開発されている。金田らが開発したスーパーパイは、計算時間が1秒単位で表示されるが、スーパーパイモッドは1ミリ秒単位で、計算時間を表示することができる。ありがとうございます。